ケープカナベラル空軍基地第37発射台から打ち上げ最中のデルタ4ロケット。この写真からロケット本体、固定、移動打ち上げ支援設備、アンビリカルタワーなど打ち上げシステムを構成する、ほとんどの要素がよく見える。発射台そのものはロケットの噴塵炎で隠されてよく見えない。発展型使い捨てロケット、または改良型使い切り式打ち上げ機とは、 アメリカ空軍の使い捨て型ロケットの開発計画である。アメリカ国防総省や他の米国政府の関係省庁が運用する人工衛星の打ち上げシステムとして開発された。より低コストでの人工衛星の打ち上げ手段獲得のために1994年から計画が開始され、デルタ4及びアトラス V の2機種の E ラブが実用化に至った。これら2機種のロケットは、 アメリカ軍が軍事衛星を打ち上げる際にもよく使用される。ELAV は2002年8月21日にアトラス V の初打ち上げに成功し、2012年6月20日のアトラス V の打ち上げにより50回目の打ち上げを達成した。成功率は100%で従来期より33%のコスト削減に成功した。この e l a の導入成功に伴い、デルタに タイタンにアトラスにタイタン4の引退につながった。アメリカ空軍は1994年にイ、e、ーラブの最初期の青写真を描き上げた。その計画は当時運用されており、かつ過去からのレガシーな資産を受け継いでいた衛星、打ち上げ用ロケットの大部分もしくは全部を新規に置き換えることを意図したものであった。それらは政府が長年にわたって、 資金を拠出した研究を受けて改善されたシステムとアーキテクチャにつながるものであった。ELAV という設計思想は標準化されたフェアリング液体燃料ロケットのコアステージ、標準化された上段ロケット及び固体ロケットブースターなどで構成される。コアステージは新型の液体燃料、標準ペイロード搭載アダプタも効率を上げコストを減らすことに貢献している。 ロッキード・マーティン、ボーイング、マクドネルダ・ダグラス、アライアント・テキシストムズの4社の巨大な防衛メーカーから入札があった。それぞれの入札者は変化にとんだ全く違う構想を持っており、ボーイングは初めの頃など住むを利用する案を持ってきたほどである。マクドネルダ・ダグラスは1997年にボーイングに合併された。ボーイング社は マクドネル社のデルタ4を E ラブへの提案に使用した。ボーイング社とロッキード・マーティン社は入札後の最終局面において双方とも1億ドルをかけ設計を行った。それらの設計は両方ともがモジュール化、標準化に基づいており使用する設備にかかる費用を最小化し、こなれた信頼できる単純化されたシステムを使っていた。ボーイング社は デルタ4の中心機体である CBC を開発した。アトラス部員のために、ロッキード・マーティンは同様な方法を取った。CCB という機体を開発した。ボーイング社は、ロッキード・マーティン社が作成し、特許で保護された文書を所有していることが発覚し裁判での競争を終わらせるため、双方の会社は協業しあって、合弁企業である。 ユナイテッドローンチアライアンス社を設立することに合意した。ボーイング、ロッキード・マーティン、それぞれの会社は裏に対して50%ずつ、半々の共同経営権を持っている。1998年、倍一として知られている、二大イニシャル打ち上げ、サービスコントラクターが打ち上げ業務を落札した。二社それぞれの開発契約で得られた資金に加えて、 費用総額は30億米ドル以上にも上る。ボーイング社は28回の打ち上げのうち19回分、受け負い、ロッキード社は残り9回分の受け負いを獲得した。打ち上げ費用として、ボーイング社は13億8千万ドルを受け取り、ロッキード社は6億5千万ドルを受け取った。2003年、アメリカ空軍は打ち上げ7回分を、デルタ4からアトラス V に移管した。二千九年、 e n ザイアロスペースコーポレーションは NASA が実行した将来の有人宇宙飛行ミッションにおいて ELAV に人が乗られるように改造することが実行であるかどうかを見極めることを意図した研究の成果を発表した EEN アビエーションウィークスペーステクノロジーによると研究はデルタ4ヘビーこそが 宇宙飛行士を低軌道周回に乗せるという NASA の要求を満たすことができるだろう。と述べている。米国有人宇宙飛行計画再評価委員会に向けたプレゼンテーションの中でエアロスペース社代表は研究内容の省略を公表した。その要約の中ではどんな新開発の上段ロケットを使わずとも有人対応型デルタ4ヘビーがクルーを搭乗した。 オリオン宇宙船を国際宇宙ステーションまで打ち上げるのは可能であると主張している。これを受けて、ユナイテッドローンチアライアンスは E ラブに人が乗るために必要な変更がどのくらいになるかを示した文書を公表した。2010年2月2日、NASA は商業クルー開発プログラムの下で活気づけるための資金として、裏に670万ドルの報奨を出した。 宇宙活動協定、e n スペースアクトアグリーメントは、両方の ELAV に使えるようにした緊急事態、検出システムを開発するよう指示を受けた。EDS は打ち上げ直前から打ち上がった後、宇宙船が低軌道に至るまでのミッションの真中、重要な状態にいるロケットと宇宙船、システム全体を監視し、飛行状況、危険信号、発射中断信号をクルーに伝える役割をする。 ありがとうございます。